タイルフィッシュはアメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名はキツネアマダイカの総称にちなんで命名された。ナミダアマダイゴールデンタイルフィッシュタイルフィッシュは1943年3月10日にカリフォルニア州バレーホノメア,アイランド海軍造船所で寄港した。10月25日にウィルソン・ディ・レゲット夫人によって命名浸水し、 12月28日に、艦長ロジャーマイヤーズ・ギースリー少佐の指揮下収益する。1944年2月から3月にかけて、カリフォルニア沖で成長した後、真珠湾に開港された。4月3日、タイルフィッシュは最初の紹介で、日本近海に向かった。ヒットパレードとの俗称が付けられていた、本州の東岸沿いを紹介をしたが、 航空機は発見するものの肝心の感染は発見できなかった。おまけに音響促進機の調子が今一つな上に切りと鈍天に悩まされた。5月11日、タイルフィッシュはようやく最初の獲物たる小さな輸送船団を発見し、魚雷を発射した。魚雷は客船のブリッジ下で爆発したように見えたが、その直後から護衛艦による爆雷攻撃を受けた。 タイルフィッシュは安全震度より深い180メートルの深度に潜んで攻撃をやり過ごした。その後、5月19日と20日に北マリアナ諸島海域で紹介を続けたが、結局獲物には恵まれなかった。5月29日、タイルフィッシュは54日間の行動を終えてマジュロに帰島。潜水母艦ブッシュネルによる整備を受けた。6月22日、 タイルフィッシュは2回目の紹介で、ソーフィッシュロックとウルフバックを構成し、ルソン海峡方面に向かった。担当海域に着くと、タイルフィッシュは、バタン諸島とバシー海峡の間を紹介した。7月18日、タイルフィッシュは、北緯26度56分統計119度58分、北緯26.933度統計119.967度、 26.93319.967の地点で被69戦団を発見し、両艦と共に攻撃した。10時50分、タイルフィッシュの視界内に対戦相当中の第17号解剖艦が入ってきた。タイルフィッシュは魚雷を6本発射し、うち1本が第17号解剖艦の艦首に命中し大破させた。タイルフィッシュは 航空機の制圧を受ける前に深く先行。9分後に、潜望鏡震度に浮上して観測すると何も見えなかった。タイルフィッシュは駆逐艦一石撃沈と判断した。その後、台湾東岸を紹介していたが、付近を県独潜水艦作戦から、機関途中の E29 が通過することが判明し、予想震度に近かったタイルフィッシュ以下のウルフパックに、その補足が命じられた。 7月25日、タイルフィッシュはマニラ西方800マイル地点で E29 と接触し、追跡したもののスータの妨害により攻撃できず、翌26日16時45分にソーフィッシュが E29 を撃沈した。7月31日にも輸送船団を発見したが、良い攻撃位置を取ることができなかった。タイルフィッシュは人にミッドウェイ島に寄港。8月15日、 タイルフィッシュは55日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。9月10日、タイルフィッシュは3回目の紹介で、千島列島及びオホーツク海方面に向かった。紹介は9メートルから12メートルほどの大波によって翻動されたが、9月23日にトロール船を砲撃により撃沈。10月3日、タイルフィッシュは、タンカン湾に侵入して2隻の小型貨物船を、 攻撃した後、10月6日にもう2隻の船舶に対しても攻撃した。10月16日には、松和東北北西の帰りの地点で、特設艦指定、第2共和丸を撃沈した。10月24日、タイルフィッシュは44日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。水雷艇地取り11月15日、タイルフィッシュは4回目の紹介で、千島列島方面に向かった。 この紹介でも前回と同様に悪天候に悩まされ、しばしば先行して悪天候から逃れていた。オホーツク海に入った11月25日頃には雪が混じるようになり、正確な目標判別も困難となって、紹介行動は一段と厳しくなった。タイルフィッシュは証拠を遥か南に変更することとなり、野島崎東大付近で、 感染攻撃に加えて搭乗員の救助任務に就くこととなった。12月16日までには到着し、紹介を再開させた。12月22日朝、タイルフィッシュはお前崎南方で水雷艇千鳥を発見し、撃沈した。タイルフィッシュは千鳥を古高型重巡洋艦と判断していた。タイルフィッシュは反撃をかわした後、12月24日に消去を去った。 1945年1月2日、タイルフィッシュは48日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。潜水母艦オライオンによる補修を受けた。艦長が、ワルター・カイ・シュルツ・ジュニアに変わった。1月31日、タイルフィッシュは5回目の紹介で、ピート・スルッシャーとウルフ・バックを構成し、南西諸島方面に向かった。2月13日に、サイパン島に帰港した後、 アマミ大島近海で紹介を開始した。この紹介では、感染攻撃と搭乗員救助の二つの任務が課せられていた。タイルフィッシュは2月28日朝に90トンほどのサンパンを撃沈した後、翌3月1日には、艦の上側に、不時着水した空母ハンコック機の搭乗員を救出した。3月4日にトロール船を撃沈した後、翌3月5日には、 トカラ列島近海で、那覇から鹿児島に向かっていた中303戦団を発見。10時42分に最初の攻撃で甲州丸に向けて、魚雷を発射したが、回避されてしまった。続く2度目の攻撃で、第15号総海艇に向けて、魚雷を4本発射。うち1本が、艦尾に命中し、航行不能となった。第15号総海艇は両艦に栄光された。 諏訪の瀬島の入り江に到着したが、結局座礁して放棄された。3月10日から19日にかけては、名古屋大空襲をはじめとする B-29 への支援に従事3月22日に東京湾港の偵察を終えた。3月29日、タイルフィッシュは56日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。サンフランシスコに開港されて、オーバーホールに入った。 8月2日、タイルフィッシュは6回目の紹介で、東、シナ海に向かった。8月15日の太平洋戦争終結時、タイルフィッシュは、琉球諸島沖で航空機部隊の救助任務に当たっていた。タイルフィッシュは、救助任務及び紹介を、戦争終結後も継続。9月7日、タイルフィッシュは33日間の行動を終えた。タイルフィッシュは、を経由し、 1946年初めにサンフランシスコに帰還。その年のほとんどを西海岸沖での作戦活動に費やした。5月にウルフパック訓練に参加し、9月には配線スカイラー・コルファクスを目標として訓練を行った。10月に短期間のハワイ訪問を行い、その5歳海岸に戻った。 1947年1月から1950年9月までタイルフィッシュはカリフォルニア沿岸で作戦活動を続けた。この間、西海岸沖での艦隊演習に参加した。朝鮮戦争が始まるとタイルフィッシュはその支援のため1950年9月5日に真珠湾から日本に向けて出港した。 9月28日から1951年3月24日まで日本の沖合で作戦活動に従事し韓国海域で国連軍の支援のため紹介を行った。その後ソ連海軍の海上輸送活動を警戒してタイルフィッシュは宗谷海峡の偵察を行った。任務を完了するとタイルフィッシュはハワイ海域及び西海岸で通常の作戦任務を再開し 活動は1957年まで継続された。この間の任務におけるハイライトは、ハワイ海域での戦団攻撃演習と、1956年6月前半のメキシコ・アカプルコへの親善訪問であった。オーバーホール及び限定収益状態後、タイルフィッシュは1957年4月に極東水域での活動を再開した。この配備中、日本本土及び 沖縄の港に対して親善訪問を行い、1957年9月27日にカリフォルニア州サンディエゴで任務を完了した。1958年9月16日、タイルフィッシュは新珠湾を経由してミッドウェイ島及びマーシャル諸島に向かう。水路局から派遣された地球物理学者4名を上官させ、エニウェトク干渉、ウェイク島。 ミッドウェイ島の海中調査を3ヶ月間行う。1958年12月5日にサンディエゴに帰還し、不活性化の準備に入る。タイルフィッシュは1959年10月12日に退役し、サンフランシスコ海軍造船所でオーバーホールが行われた。1960年1月30日に最終駅したが4ヶ月後の5月に退役した。 タイルフィッシュは1960年12月1日に除籍され、ベネズエラ政府に売却された。売却後のタイルフィッシュは、ベネズエラ海軍でカリテと改名され、同海軍で16年間活動した。その後、カリテは1977年1月28日に、ベネズエラ海軍を退役し、同系艦の予備部品として使用された。タイルフィッシュは、 第二次世界大戦の先行で5個の朝鮮戦争の先行で1個の従軍聖章を受章した。マーフィの戦いよりの小川に隠れる U ボートとして登場。U ボート役を演じるため、セール後方部分にはシガレットデッキが取り付けられ、ダズル迷彩が施された。ありがとうございます。